イギリスの植民地時代にルーツを持つこともあって、シンガポールの競馬は上流階級の社交場の雰囲気である。香港もそうだが、会員シートが設けられ、そこに入場するにはちゃんとした身なりで行かねばならない、と入っても、エリフの半袖シャツにジーンズ以外の長ズボンで OK だが、ということで、旅先ではサンダルで過ごす自分も、ちゃんと靴を履いて MRT に乗り込んだ。競馬場は MRT 南北線のクランジ駅に隣接している。私が宿泊したヒルトン、シンガポールをはじめとして、外国人の泊まるようなホテルは南北線の沿線にあるため、MRT で乗り換えなしで行ける。ちなみにヒルトン最近のオーチャード駅からは40分ほど。運賃は片道 1.90 ドル、約140円である。第1レースの開始時刻は18時であるため、1時間前の17時頃競馬場に到着したら、ちょうど会員席の受付開始時間だった。窓口のお姉さんにパスポートを見せ、ハイビスカス、プリーズ、と言うと、20ドル、約1450円、と引き換えに、名刺代の入場券を渡された。左の画像参照、競馬場の入場口と、ラウンジへの改札口は、この入場券を自動改札機に通すことで通過できる。HIBISCUS という案内表示を手がかりに、競馬場内を上がったり下がったりして、ようやく会員エリアの改札口にたどり着いた。ハイビスカス、ハシンガポール、ターフ、クラブ会員専用の観戦ラウンジで、外国人にも開放されている。隣は馬主席で、入り口は別でも中で繋がっていた。セルフサービスのレストランが併設されていて、食事をしながら優雅な気分で競馬観戦できる。早速ビールとフライドチキンを注文した。ところで、シンガポールは公共の場所では室内禁煙。喫煙所を探し回っていたら、パドックに行き着いた。パドックが喫煙所を兼ねているのである。おかげでレースが終わるたびに、パドックに直行。日本ではめったにパドックに行かない自分が、にわか正統派競馬ファンになってしまった。馬券の買い方、ここでは、日本の競馬ファンに馴染みがある、馬連、ワイド、三連単に、絞って馬券の買い方を説明します。右の、画像参照、METING ランの、SIN をマーク。RAC ランには、レース番号をマーク。BETJYP 欄には、生まれん、なら、FCT を、ワイド、なら、BFT を、三連単、なら、JCE を、マーク。1ST、OR、BOX、4TH 欄は以下の、通りです。生まれんワイドの位置展開なら、1ST、OR、BOX、欄と、2ND、欄にそれぞれ1頭ずつ馬番を、マーク。生まれんワイドのボックス回なら、1ST、OR, BOX, ランに3頭以上の馬番をマーク。馬連ワイドの流しなら、1ST, OR, BOX, ランに軸馬の馬番をマークし、2ND, ランに流す馬の馬番をマーク。3連単は JRA のフォーメーションのマークの仕方と同様で、1ST, OR, BOX, ランに1機の馬番、2ND, ランに2機の馬番、3RD、ランに3機の馬番をそれぞれ1つ以上マーク。UNITS ランには、1点の購入金額をマーク、1ユニットは2ドル、その下の2つのランは、コンピュータにランダム2回目を決めてもらうためにあるランですので、無視しましょう。簡単でしょ。米印ちなみに単勝、副勝馬券は別のマークシートを使用し、1ユニットは5ドルです。海外の競馬場で困ることが、二つある。一つは日本のような詳細な競馬新聞がないこと。もう一つは馬券の買い方である。一応、競馬専門誌は、あるものの、中身はハイビスカスの入場券と、一緒に窓口で渡されたオフィシャル、プログラムとほとんど、同じであった。プログラムには過去6レースの、基準とタイム差が掲載されていたので、これを解読しながら予想を、していった。馬券の買い方は、上の囲みで書いた通りであるが、これを解明するのが一苦労で、パドックでタバコを吸っていた現地の、
お父さんに聞いたり、発売窓口の空いている時間を、見計らってお姉さんに聞いたり大変だった。苦労の甲斐あって、18時発送の第1レースは生まれんボックスが、的中し、幸先のいいスタートを切れたが、クランジ系ババは左回りで、内回りと外回りの芝コースの、内側にファイバーサンドの、ダートコースがある。この日は外回りの芝コースだけを、使用していたが、最後の直線は500メートル以上もあり、東京系ババ並みである。1800メートルの、スタートは高正面の奥深い引き込み線にあるので、京都系ババの左回り半と、行った方が適切かもしれない。とにかく日本で1、2の、広さを競う系ババと同じ規模なので、大したものである。カクテル光線に浮かび上がった鮮やかなターフの、上を駆けていくサラブレッドを、見ながら、至福の時間を過ごすことができたが、左上の成績表でも、お分かりのように、第2レース以降は下降線。第3レースは日本人調教師である高岡さんの、管理馬2頭が人気になっていたので、応援の意味も込めて2頭の、馬連に10ドルかけたが、見事に振られてしまった。まるで先日の中京競馬の、リプレイを見ているようだ。とにかく勝ち癖を、つけねばと、馬連5頭ボックスを購入した第6レースで、的中させて一息ついた。そして今日のメインレース。シンガポールのドメスティック G、3歳チャレンジ、1ST レグ、に、思い切って突っ込むことにした。というのも1番の、Y、B、という馬が、前々走まで5連勝。前走は G、で5騎だったが、勝ち馬と3、4馬審査だった。他の馬は、よくて重賞で入着するかしないかの、レベルだったので、全馬57キロの定量戦ならガチガチの、均衡レースだと判断した。しかし、シンガポールのファンはわからないもので、上位人気が拮抗し、Y、B、が一番人気ながらも、最終オッズは単勝2倍、副賞 1.4 倍だった。私はそれぞれ100ドルずつ購入し、これで負ければ帰りの電車賃しかないというところまで、追い込まれたレースの方は、Y、B、がスタートから終始先頭を、キープし、最後の直線では田馬を、さらに突き放す圧勝劇。中京競馬と、同様、借金を返済した上に、69ドル儲けて、悠然とクランジ競馬場を、後にした。ふっふっふ。さすがわし、